はい今回はモハンのね本編ではなくちょっとしたね小ネタっていうのを紹介していこうと思いますちょっと短めにね小ネタっていうのを動画撮っていこうかなと思いますモハンね結構小ネタが多そうなので、まあ、お長いね何時間とかっていう動画撮ってしまうとその中でね小ネタ入れたとしても検索っていうのが難しくなってしまうと思いますんでとりあえずねピックアップして小ネタ1個ずつね ますでねまず1個目小ネタになるんですけど、まあ、1個ずつね、取っていこうと思うんですけど、今ね、こう、鎧を装備している状態になります。これね、オリジンシリーズ。今回のモンスターンターワールド予約版ですね。予約で購入しているともらえた装備になります。今やってる方であればね、大抵の方はこの装備持っていることになるとは思うんですけれど、まあ 顔の方がね隠れてしまっていますよね。なぜかあの髪型ねちょんまげじゃないのになぜかちょんまげになるというよくわからない状態になってしまっているんですけれどやっぱモンスターハンターのねいいところていうのはやっぱ見た目をかっこよくしたいとかね見た目をよくしたいという部分もあると思います。顔に至ってはね一番最初わざわざ自分でどんな顔がいいかなみたいなことを考えてこんなんどうかな、こんなんどうかなつってうんせっかく 作った顔になりますなんだけど頭の装備に、ね、つけることによってその顔が見えないこれはねちょっと非常に残念って思う方もいると思いますで、まあ、そんな方のにね小ネタです、まあ、これもね、まあ、有名な小ネタっていうか、まあ、みんな知ってることではあるかもしれないんですけれど頭装備に関しては外すことが可能ですていうか正確に言うとちゃんと性能自体は残ったまま頭の装備だけない状態にすることができますでその方法っていうのが オプションを押してもらってその中のオプションですねんオプションオプティオンズオプションでいいのかなこれプレイステー4のねあのー、右の小さいボタンですね左側がシェアで右側がこれなんて読むんだろう申し訳ない読み方わかんないよまあそれからねいけてオプションオプションでいいのかなうん からいけてでそこで今通常もともとの状態だと「表示する」になってるんですけれどこれをね「表示しない」にしますなんということでしょうはいあのハンターさんね頭の方がすっきりして装備が消えましたちゃんと防御力等々はね変わらないまま頭の装備だけが消えるっていう状況 なので、これでね、自分がせっかく作って、思いでこれからね、長い間一緒に戦おうと思っている顔が見えなくなって、うわ、見えねえのかよってなるのを防ぐことができます。まあ、基本的にね、性能等とは変わらないんで、別に特にって部分はあるんですけれど、やっぱね、顔は見たいよって方、このね、方法を使って、システムのオプションから頭の装備外すだけでね、見ながらできますので、まあのー、あの、 そういう感じでね、顔が見ながらやりたいよと思う方であれば、これを撮っていただけたらと思います。まあ、今回ね、こんな感じで小ネタ紹介させていただきました。これからもね、ちょいちょいモンスターハンターワールドね、小技っていうか小ネタが多いので、こういう感じでちょっと短めのね、5分ぐらいの動画で今後もやっていきますので、よろしければチャンネル登録、いいねの方お願いします。 はい、コメント等もぜひぜひください。こんなね、裏技もあるよとかね、そういう報告もいただけると嬉しいです。また、本編に関しては別途でね、普通にライブでやったりとか、動画で撮って、アップしていこうと思いますので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい、今回も動画の最後まで見ていただいて、ありがとうございました。